はい、皆さんこんにちは、ターザンバブゾーです。そして高坂です。はい、よろしくお願いします。ということで今日もサボンズボーでやっております。はい、はい、本日は何でしょうか。まずただいま、ブライダルイベントがやっぱねこちらですね、はい、来ておりますね。来ておりますね、まあ、ちょっと見ていきましょうか、はい、ブライダルイベント、どんなイベントか、ま、はい、あ、これ今花嫁キャンペーンやってるってことね。はい、はい、やっております。こちらオラージュと黒ユリ、このねブライダルバージョン、どっち派でしょうかと。はい、これあのサモンズ結婚宣言のタグをつけて、はい、リツイートして、はい、プレゼントをもらおうというキャンペーンがやっておりますので、うん、ぜひぜひ、はい、そちら、ね、フォロー&リツイート、はい、ぜひ。俺はオラージュ派かな。嘘でしょ。俺オラージュ派。俺もです。はい、はい、ということで皆さんはどちらでしょうか。はい、はい、ぜひツイートしてみてください。そして、はい、そしてブライダルイベント、どんなイベントか、はい、これね、あの新ソウルエタナルリングというね、はい、はい、これあのこのイベントのね、あの特別なソウルということで、これ1個のソウルなんだけど、実は2つの能力がついているというね、特別なこれか、はい、はい、そうなんですよ。まあ、攻撃力が1アップと毎ターン HP が10回復っていうね、うん、あの能力があって、これ最大25までレベル上げられるんで、はい、まあ、1個 あのソウル分で、25アップで毎ターン250回復という、どっちも上げられると、はい、お得なソウルとなっておりますの です、ね、これはぜひ集めた方がいい、はい、これはミッションクリアで、はい、そのミッションクリアといつも結局エターナルパレスというクエストをクリアしていけば手に入るので、うんうん、はい、はい、やってみます、ということですね。はい、はい、まあ、でもやっぱ我々最初にやりたいのは、はい、ちょっとガチャ、はい、このね、さっき あのツイッターキャンペーンのやつ、うん、はい、あの黒ユリとオラージュが手に入るガチャ、うん、来てるんですか。来てます。はい、これは引くでしょう。これはどっちもね強いんですよ、はい、まあまあ花からそのやっぱ黒ユリとオラージュで強いから、うんうんうん、あ、でさらにちょっとまたね、まあ、属性が変わったりとかして全然違う属性ですね。そう、まあ、でもスキルもねやっぱ強いんだこれ、うん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 、あ、やっぱね、あのスキルアタックタイプの弱点と言われていた、ね、反射状態、はい、それを打ち消すという初のスキル、なるほど、これでもうね、あのもう打ち放題、そう、打ち放題、打ち放題ということですね。お礼なしですよこれで、はい、じゃあちょっと私から引いていいですか。どうぞ。どっちか出てこい。欲張らない、どっちもとは欲張らないが、どっちかは欲しいという、やっぱり期間限定なんで、はい、思い出残しておきたい、狭きもんよ、でも言ってもほら、うん、ほら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 、静か静かよ、強行。あ、でも分かんない、こういうので出る可能性あるからね。ニャルラトテップ、はい、違いますね、明らかに違いますね。ブライダル感ないですね。いいです、はい、かわいいよ、かわいいけどブライダル感はないよ。さあ、うん、グレイ、グレイ、さあ、発令はね、発令とキャラ出てくる。さあ、ディッケー、お、もうラスト1個、うん、うん、デイ、なんか新規ゲット多かったな、なんか、まあ、強いんだけど、テーブル違うんじゃないの、いつもと。強いんだけど、はい、だって我々が狙ってるブライダルと違うという。じゃあ次は私がブライダルしちゃいましょう。お願いします。さあ、じゃあ私が、はい、やっぱりね、既婚者なんだね、僕はね。出てくれるんじゃないですか。いや、出ないでしょ。いや、この社には、いや、出てくれよ。いや、どっちでもいいっちゃどっちでもいいけどな。俺さ、この上から3番目の子出たんですよ。あ、これね、フリーフリーネード強いよ。そう、いやね、俺、うん、さっき今調べたんですけど、うん、いや、でも俺はさすがにフリーネードが強いのは知ってた。なるほど。じゃあ行くよ。はい、頼む。どっちかでいい、どっちかでいい、両方とは言わん、どっちかでもいい。あ、なんか話してない。やばいやばいやばい、僕はね、あ、僕じゃないね、早いんだよ。はい、アキレス、アキレス、やばい、もうなんか、ま、おお、あれ、ん、勝利券、勝利券、ちょっと俺なんかおっさん率高いんだよな、なんかいつも思うけど。あー、ちょっと早くないな。3止まりですね、3止まりだね、はいはい、なるほどね、まあまあまあいいですよ。ブライダルは出ずということでしたね。我々今までがちょっと運良すぎた感あったんで。確かにな、はい、確かにな。ということで、じゃあ次はダンジョン行きましょう、はい、さあ、じゃあ今回のね、ブライダルイベントのイベントダンジョン行ってみましょう、はい、エターナルパレスね、これね、はい、でこれ今1個しかないけど、これどんどん、はい、あの上の階層がね、うんうん、追加されていくみたいなイメージなので、
さあまずは最初の。お、こいつさっき俺出た。あ、そうそうそう、シェールね。おお。そうそうそう。が敵として出てくるわけですね。はい、手に入るわけではない。それは豪華すぎる。はい。17歳って聞くとちょっと好きなんですね。指輪はうちのもんや言うて、はい、来てるから。ちょっとじゃあ突っ込んでいきましょう。はい。さすがに最初の回想なんでね、そんなになんかややこしさはないと思う。そうだから相手のね技も独特の名前になってるから。あ、そうですね。うん。さあまずは1回クリアということで。やったぜ。はい。俺1回クリアでもうミッション達成してるから。さっきのあのおこの ね, なるほどね、特別なソウル持ってるコパピーがもらえちゃうと。こうやってやってみたな。はい。で次行きましょうか。そのね、あのソウルをレベルをマックスにするには周回が必要だと、うん。なるほど。いうことですね。で期間がね、あの分かれてるから。はい。全部でね、8回行けば各回、8回行けばレベル25になりますと。8回ずつ。うん。全然食らわなかったんで。確かに押し切れそう。押し切れるっていうか立ってる。属性優位でしたね。まあ、最初の回想はやっぱね、それなりに。戦力が整ってればもう2人いる。下の子から殴ればいいですか。うん。ただまあダメージスキル反射が5ターンついてるからダメージスキルとかは使わないと返ってきちゃうっていう。なるほどですね。これ下の子だけ叩けばいいんですね、多分。今だったら、あ、通るね、通るね。うん、じゃはずね。OKOK。 下の子からめっちゃ切れたりする。え、大丈夫です。ほら出直してくるような。あ、お、なんかすげえ自分でこれは自称しましたね。あ、でもなんか硬い、硬い。なるほどね。片方を倒せばいいね、これ。そうだね。はいはいはい。これで順調にソウルが集まっていくということですね。全7回あるので、7回そう、はい、もう3つクリアした。最後でもさすがに最後はちょっとね、むずい、むずくなってくる。なるほど。ぽい。はい。ということで、じゃあもう1個ぐらい行ってみる。もう1個行きますか。はい、じゃあもう1個ぐらい行ってみるか。どの辺から急に難しくなるかっていうのもあるしね。まあ多分急に難しくなる段階ありますよね。あると思う。俺もなんか砂繰りでいけそうな感じはまだゴリ押しできる感じはあるよね。感じありますね。斜めの攻撃危ないらしいからね。斜めの攻撃は斜めの攻撃危ないという噂をね。そう、さっきのコメントで我々は耳に、そうそう、教えてもらってるから。教えてもらいました。うん、なんかかかってますね。これブロックだね。これだからブロック抜かないと、はい、あの本体の HP 削れないから。なるほど、うん、ここ突破する必要がある。なるほど。え、もうこの辺から怪しいんだ。あ、でもさあ、もうちょいでブロックを抜けるのかな。あ、もう違う、もうブロック抜いてるのか。これ抜いてます。 HP だけか。おお、倒した。はい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 。ちょっとでも時間かかるようになってきましたね。そうね、じわっと、ね、はい、ただただ囲って殴ってはいられるではなくなってきてるんでね。はい、はい、ぜひ皆さんもね、この先はあのご自身の目で確かめてみてください。はい。さあ、じゃあもう一つは、はい、ブライダルとは違うんですけども、うん、このね、8000下の味噌の行ってみましょう。こちらね、これやっぱ梅雨の時期なんで。なるほど。はい、梅雨ダンジョン。はい、これをね、私が攻略したいと思います。神攻略。はい、ほうほうほう。やっぱ俺言ってもなんかなんだかんだ粘りがちしてるかのようなクリ出してるけど、今日は違う。じゃ違う、今日はしっかり倒していくんでね。投げに行く。皆さんよろしくお願いします。楽しみにしてます。行きます。大丈夫、俺まで間違えてないな。さあこちらですね、今回の構成は、はい、上から始まるわけですけども、はい、まあ普通に殴って大丈夫です。モンスターかわいいな。かわいいんだ。そうそう、ただスキルはまあまあ強いんだけど、でもうちのレムさんにね、あのかかってしまえばあの回復できるんで、うんうんうん、別に耐久できちゃいます、これ。正直楽勝と。はい。でまあ敵はね、あのこの下の方に固まってるんで、ちょっとずつ動きながら、これめっちゃ渡っても大丈夫なの。大丈夫、全然大丈夫。こんなの余裕で倒せる。で、まあ、まあご覧の通りビビアン・メルヴィンですよ、これ。はいはいはい、前回も登場しましたね。うん、なので、まあ、今回それが炸裂するところだったね。やっぱ今まで、はい、なんだかんだ出してたけど、前回微妙な結果に終わりましたよね。うーんみたいな感じだった、うん、強いのかな、うーんみたいな、なんか使いこなせてるのかなみたいな雰囲気で言ってたけど、今日は違う。今日は違う。今日俺はもうじっくり実証してたから、しっかり。
っかり本領発揮する、はい、もう強さをね、はい、さあでまあなんならスキル貯めたいぐらいの感じこれすでに、うんうんうん、はい、なんで、まあ、多少残してもいいんだけどあと7、はい、全然大丈夫ですこれ残ってても、はい、で敵もだからねこれそんなにすごいダメージを出してくるようなこともないのでこうやってじわじわ削っていって、まあ、次のステージもあるからね別にここで焦んなくてもいいし、はい、まあ、でもスキルはしっかり溜まっていってるよとドーン、はい、で次さあここも敵はねなんかいろいろ同じような感じ出てくるんでしっかりと取っていく。さあここでビビアンがもうすぐね溜まるんで溜まったらもう準備 OK ということですよ。なんか4ターン、はい、まあ、敵離れてるからまあガンガン殴ってっていいかな。はい、さあこれで多分ビビアンも溜まるでしょうもうすぐ。さあ全然痛くない、全然痛くないですね。こっちの回復してる量の方が大きいから、うんうんうん、うん、だから全然食らってません。あれなんですか、ボス戦から本気出してくるタイプの。ボス戦から本気出すけど俺も本気出すから、うん、結果バチバチってことですね。ちょっと左下倒そう、はいはい、黙っちゃうぞビビアン、黙っちゃうぞ。いいのかな、いいのかな、黙っちゃっていいのかな。さあちょっと動きづらいな、ちょっとこの真ん中のやつを倒しづらい位置にいるからみんなで移動しない。あ、そっち行った。あ、ちょっと外ですね。そうね、ちょっと待って、俺はまあまあ一旦左上やれればいいかなっていうところで配置もあるんですね、配置も配置もあるし、きっちり取りたい。さあ、もう撃つよ。はい、こっから撃っていきます。多分上がって殴れば倒せると思うんで、あらあら、これじゃない、先じゃない、どっちが先かってあるから、はい、じゃあまずはこっちから行きましょう、ね、はい、はい、発動、そしてこっちを発動、はい、あ、先セカンド、はい、そして殴っていきたいから、これいいかな、はいはいはい、しっかり取れるはず、これでドジ抜く、よし、さボス出現しましたが、さあこっからですよ、はい、まあもう強敵で取りますよ、はい、ただもうここで出るんで技がバーンとバーンと、ほっ、もう、はい、おしまいじゃん、もうこれ倒せますよね。レムのスキルで終わりです、ね、もうレムのスキルでこれ終わりですよね、はい、ということで、はい、特に何もさせずに終わりと、バーン、やりますね。もうこれでね、はい、だから高速周回できるよね。できそうですね、溜まればスキルが、ほら今までの俺とは違うんだよ。いや、これ今見ましたね、はい、はい、なのでだからしっかり前のねステージでスキル打ってから突入することで、うんうん、もう先手でね、はい、楽勝と音ダメージ飛ぶということですよ。勉強になりました、はい、なのでビビアンビビン、これ結構強いと、はい、思います。さあ、まあ、最後に、はい、これキャラクター総選挙はね、うん、はい、もう投票終わりまして、はい、結果出ております。こちらね、まあオラージュ黒百合はまあ言っても今回のブライダルのね、うん、2、3位キャラとして6位まで出てきたわけですけども、はい、はあ、まあノア、あるし、シアあたりまだ出てないですね。そうだね、やっぱ人気のあるキャラでね、うんうん、水着とかありそうな気がするんだよね、僕は。まあここ2人やったからね。じゃあでもこの人気投票、はい、俺結構ガチだと思う。結構ガチですね。いや強いやつ多いもん。恐ろしい。ということで、はい、アルシェとかもね普通に強いし、まあ、俺もこの中だったら、はい、でもねやっぱ上位のやつ持ってないんだよな意外に。俺はあの8、9、10はいるかな。俺も8、9、10はいるんだよね、うん、ただ、うんうんうん、6位以上のキャラは持ってないっていうね。俺持ってないですね。はい、はい、じゃ今後もね我々、ね、それを狙っていきつつ、あなたたちがまたね、あの可愛らしい姿で別の姿で会えることも楽しみにしたいと思います、はい、ということでご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。